ガーデングローブ、西側の飛び地が、ウェストガーデングローブクリスタルカセドラルガーデングローブは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部オレンジ郡の都市である。2010年国勢調査で、の人口は17万883人である。ガーデングローブフリーウェイと呼ばれる、カリフォルニア州道22号線が市内を東西に抜けている。南カリフォルニア以外の地では、ロバート・ H シュラーが、 宗教的宣伝活動を行っているクリスタルカセドラルがあることで知られている。市内生誕にはウェストガーデングローブという飛び地のような地区があり、ガーデングローブブールバードに沿って走る細長い土地によって市内の他の部分と結びついている。ガーデングローブの町は1874年にアロンソクックによって設立された。この年には、 教育学区が編成され、メソジスト協会が建設された。1905年に鉄道が通るまでは、小さな田園の交差点に過ぎなかった。鉄道の回数で、町が繁栄するようになり、オレンジ、クルミ、チリペッパーを生産し、後には、イチゴも作るようになった。1933年のロングビーチ地震によって、町の業務地区の大半が破壊され、一人が死んだ。 第二次世界大戦後の後継期で町は急速に発展し1956年人口約4万4千人で姿勢を敷いた人口は1960年までに8万5千人1970年には12万人と増加した1970年代後半と1980年代にはかなりの数のアジア人が入ってきた近年 ハーバーブールバード近辺が娯楽と観光の地になり、9階建てのホテルもできた。ガーデングローブの著名な住人としては、俳優のスティーブ・マーティン、冒険家のスティーブ・フォセット、野球選手のレニー・ダイクストラとアラン・トランメル、アメリカンフットボール選手のジョン・ドレンボスがいる。南カリフォルニアのバンド、サブライムの歌には、ガーデングローブという名前のものがある。 毎年メモリアルデーの週末に行われるイチゴ祭りは、アメリカ合衆国西部でも最大級の地域祭であり、およそ25万人を集めている。この祭りは、市の農業の経歴を祝うものである。地域内のユークリッド通りとハザードアベニュー沿いには、イチゴ園が一つ残っている。ガーデングローブは、 北緯33度46分44秒整形117度57分37秒北緯33.77889度整形117.96028度33.77889-117.96028に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は18.0平方マイルでありこのうち 水域率は0.11%であり、ほとんどが陸地である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ガーデングローブ市の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は2億600万ドル、歳出は1億9300万ドル、総資産10億9890万ドル、総負債2億5150万ドル。 現金と投資額1億9630万ドルである。登録有権者6万5208人の中で39.8%は共和党、38.7%は民主党を支持している。残り21.5%は回答なしか少数政党の支持者である。市政委員会は市長を含めたメンバー5人で構成され、 毎月第2と第4火曜日に開催されている。自己流反共産主義集団の自由、ベトナム臨時政府の本部が市内にある。ガーデングローブ消防署には、ケアアンビュランスサービスの救急車が備えられている。ガーデングローブ警察署が、法の執行を担当している。カリフォルニア州議会では、上院の第34と第35及び下院の第67。 第68、第69選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第40、第46、第47選挙区に属し、クック投票動向指数ではそれぞれ共和党プラス8、プラス6、民主党プラス4となっている。2010年時点での大議員は、共和党、民主党ともに拮抗している。 ガーデングローブの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用種トップ10は以下の通りである。市内には、ガーデングローブ、プレイハウス、ジェム劇場を呼び、フェスティバル円形劇場という3つの劇場がある。円形劇場では、毎年夏に、シェイクスピア祭を行うシェイクスピアオレンジ軍が開催される。 劇場はすべてガーデングローブ氏が所有しているが、外郭団体が運営している。ガーデングローブ、プレイハウスは、同盟の非営利団体が運営している。ジェム劇場は、ワンモアプロダクションズのダミアン・ロートンと、ニコル・カセッソが運営している。フェスティバル園系劇場は、シェイクスピア・オレンジ軍の美術監督、トマス・ブラダックが管理している。 ガーデングローブイチゴ祭りと呼ばれるミシシッピ側より、西では2番目に大きな祭りが開催される。ミスガーデングローブスカラシッププログラムなど多くの組織が毎年メモリアルデーの週末に開催される、この祭りに関わっている。ありがとうございます。